夜空を見上げてこの宇宙には地球のほかにどんな星があってどんな生物がいるのかそんなことに思いを馳せた人も多いでしょう今回はその宇宙がテーマ。東京工業大学の井田茂先生に惑星学の最前線をお話しいただきます井田先生は1960年のお生まれ東京大学大学院修了後 東大助手を経て93年東京工業大学の助教授に就任現在は理学部の地球惑星科学科の教授を務めておられます境外惑星私たちの太陽系以外にある惑星のことですがそれらはどのように見つかったのかまた惑星の存在から宇宙の何が分かってきたのかさらに私たち人類以外に 宇宙には生命は存在するのかなどについてもお話しいただきますとてもロマンに満ちた講義なので最後までご覧ください皆さんは 宇宙には太陽に似た星がいくつもあってその周りには地球のような惑星が回っている。それは当たり前だと考えていませんかしかし太陽系以外で惑星が発見されたのはわずか十数年前それまでは太陽系以外の惑星の存在は証明されていませんでした第1章では惑星にまつわる天文学の歴史をお話しいただきます はい、あの東京工業大学の井田です。え今日は系外惑星、これは太陽系外の惑星という意味ですけれども、えー、そういったものについての新しい学問の息吹そういったものを紹介していきたいと思います。えこの写っている写真は、これは太陽系外の惑星のこれはま想像図です。まあ、こういう、えー、太陽系にあるのとは全然違うような惑星、そういったものがこの宇宙にたくさんあるんだと、そういったことが分かってきた。それがもう本当この最近のことです。 そもそもですね天文学というのは我々が住んでいるこの世界この世界というものを特別なものから割とそうじゃなくて平凡な一般的なものの中の一員であるそういったものに相対化していくそういう歴史だったというふうに言うことができると思います。とえうふうあった天動説ですね地球の周す。を世界が回っているとそういうるとらい動説そうではなくて太陽が中心にあってで地球がその周りを他の惑星と一緒に回っているんだ。 そういうい意識変革を起ここしたのもこれは天文学のここしたことですでさらに20世紀に入りますと銀河系というものが天文学の観測によって分かってきてそのことによって太陽が世界の中心ではなくてこの地球が回っているこの太陽も実は銀河系の中のたくさんの星々そのうちの一つであるということが分かってきました。 じゃあその,その銀河系これが世界だったのかというとそうでもないというのがまた分かってきて、えー、形外銀河って書きましたが我々の銀河系と同じような銀河、えー、もっと全然違う形の銀河そういったものがこの宇宙に満ちあふれているというのも分かってきたわけです。でそういう流れで、えー、だんだんその天文学というのは空間的なスケールが大きいもの大きいものとこう興味が移ってきたわけですけどもその状況がちょっと変わったのが20世紀の末のことです。 そこで系外惑星系というのが見つかりましてこの太陽系っていうのはまあ地球や木星火星そういったいろんな惑星が巡ってるそういう一つのシステムですけれどもそういう太陽系っていうのは実は特別なものじゃなくてやっぱり多様な惑星系の一つであって銀河系の星々それぞれがやっぱり惑星系を持ってるんだっていうことが分かってきました。じゃあそううなるとここのののの地球っていうのはこの太陽系の中でおいて唯一 海をもた,た,いた、まあ、美しい惑星と言われてますけどもそういうこの地球もこの宇宙に満ち溢れている惑星その中の一つで海を持つようなものもたくさんある、まあ、そういうような相対化のの考えというのは出てきました。じゃあそうなるとじゃあ生命はどうなのだつまりこの我々の生命ですねこれもこの特殊なものではなくてこの宇宙に満ち溢れているんじゃないかそういったふうにどんどんと話が進んできて大きなスケールというふうに進んできた天文学ですけども。 この20世紀の末からこの生命というようよな方向にもだだんんん話が進でできたわけですで今日はそういった、えー、ちょうどこの新しい学問が始まっていくところですけども、えー、そういったことについて、えー、どんなことが起こったのかを紹介していきたいと思います。じゃあそのいつ頃そういうのが分かってきたのかといいますと実はそんな昔ではなくてですね太陽系外の惑星というのが見つかってきたのは実は1995年以降です。ですからそんなに昔の話じゃないんですね。で現在ではではも 実は300個以上のの太陽系外の惑星が発見されていますでどうやって観測しているかについてはあの後でお話ししますけれども、まあ、現在のこう天体望遠鏡を使った観測技術、まあ、それにはまあ,ある程度限界がありますから見つかっているのは比較的この我々の太陽系に近いところ具体的に言いますと約200光年それよりも近いところが主んですけれどもそのようなところに、まある、えー、惑星系でなおかつ太陽系ルートと木星とか土星のような 巨大な惑星ですねそういったものが発見されていますでそれより小さなものが回っていてもなかなか観測難しいですしもっと遠くにある惑星系がは見つかるのはなかなか難しいそういう制限はあるんですがそれでもですね太陽の近傍にある他の恒星がありますけれどもその恒星の5%もしくはそれ以上に惑星系が見つかってきています。ただ えー、そこで見つかったのは太陽系と同じような惑星系ではなくて極めて不思議な姿をししたたた惑星系たちでした例えばあのホットジピターと呼ばれるようなものがあってですねこれは、えー、中心のある太陽みたいな光線のすぐそばを周期3日とか2日とかそういう短い時間でぐるぐる回っているそういう巨大な惑星です。他にも、えー、エキセントリックプラネットという名前が付いてますけども軌道が非常に歪んでしまっていてほうき星のように 中心の星に近づいたり遠ざかったり繰り返している。まあ、そういった惑星たちがどんどん見つかってきました。で、ここでまあ、もうちょっとちょっと、あの、元に、えー、基本に戻って説明しますと。えー、宇宙にはまあ、いろんな天体があるわけですけれども。その中で、恒星というものと惑星というものをちょっと区別しておきましょう。まあ、そもそも恒星というのは何かというと、これは、まあ、太陽と同じような天体で。水素とヘリウムのガス、それを主成分としてですね。で、自分が核融合を起こして光っていると。 そういうい天体ですでどうやってできたのかというと銀河に漂うそういう水素とかヘリウムのガスそれが自分たちの重力でだんだんこう収縮していって作られましたで太陽というのはその恒星のまあ代表的な存在です。で太陽のようなそういう恒星というのはこの銀河系に約数千億個あるというふうに言われています。でそれに対して惑星というのは何かというと今言ったような恒星の周りを 恒星の重力に引かれてぐるぐると回っている天体、中心性の中心の恒星ですね。それのだいたいまあ100分の1以下の小さい天体たちです。地球なんかはもっと太陽よりもっと,もっとずっと小さいです。で成分としてはですね、水素とかヘリウムのガスだけではなくて、岩石の成分があったり、鉄の成分があったり、氷の成分があったりとまあさまざまな成分を持っています。で自分自身では光ってなくてですね、一般的に。 中心の星の光を反射して光って見えています。じゃ、どうやってできたのかというと、その構成ができるときに。構成というのは、その銀河に漂っているガスが。自分の重力が収縮して、できていくんですけれども。そのときに、一時的にですね、周りに円盤状のものが作られて。その円盤の中でできている。できる。それがまあ、惑星だというふうに考えられています。これ、あの写真が写っていますのは、これはあの。nasa のハップル望遠鏡が 写した写真ですけれども、これは生まれたばかりの恒星の写真です。そうしますと、その生まれたばかりの恒星の周りに何やらこう円盤状の、えー、黒いものが映っているのが見えております。黒く見えているのは、そこはつまりガスの密度が高いので、背景の光を遮っているので、まあ影になって黒く見えているわけです。で、星が生まれるとき、恒星が生まれるときというのは、一旦こういう円盤をまとい、でそれがだいたい数百万年存在して。 でまた消えていく。まあそれは中心の星に飲み込まれていくわけですけれども、その間に惑星というのが生まれるんだというふうに考えられています。えー、これで説明するのはまあ例に例として我々の太陽系ですね。我々の太陽系はどういうふうにできてきたのか、そういう形成過程です。で今言いましたように恒星ができるとき、まあ太陽ができたときに、えー、その前に円盤状のものができると。で成分としてはこれは太陽の成分と同じですから。 ほとんどのの成分が水素ヘリウムのガスです。重さで言って大体99%で残りの約1%が岩石とか鉄分とかも,もしくは氷とかですねそういったものでできたほこり大体1ミクロンとかそれ以下のほこりですねそういったものが漂ってるそういう円盤です。 その後じゃあそのホコの成分が集まって、まあ、だんだん惑星ができていくんですが埃がですね一個一個くっついていって山となって惑星になったんではなくて一旦その1ミクロンとかそれ以下の地理ですねそれが1キロとか10キロとかいうようなサイズの小天体に一旦変わるというふうに考えられています。まあ、それはまあ美白性仮説と呼ばれているんですけども証拠としましてはですねあの月のクレーターとか見てもらえば分かるんですが穴場がいっぱい開いています。 穴があり、ボクボク開いているのはこれ小天体が衝突してきた後ですね。じゃあその小天体がより集まってまあじゃあ地球がいきなりできたのかというとまたそれも違ってですね。例えば地球のあたりでは約20個の原子惑星と呼んでますけれども、だから火星とかぐらいのちょっと小ぶりの天体ですね。それができ一旦またできてで最終的にはその火星ぐらいの大きさの天体同士、これはもう一回衝突し合ってできるとまあこういうようなある種の段階を踏んでできたというふうに考えられています。 まあそうやってできていったのが地球型惑星と呼ばれる地球近星火星水星のような天体なんですけれども木星とか土星というのは火星よりもさらに外側を回っていて成分としてはやっぱり水素ヘリウムのガスがそれが主成分になっています。じゃあこれどうやってできたのかと考えられているのかといいますと太陽から離れた場所ですね木星とか土星が回っている場所ですけれどもそういったところでは太陽から離れている分温度が低いと。 温度が低いと氷が凝縮できると。で、氷っていうのは非常に量が多い、この宇宙によって量が多いです。えつまりこの宇宙で一番多い成分というのは水素ですから、で次はヘリウムです。じゃその次に多い成分は何かというと酸素なんですね。また氷というのはこれ H2O ですからえ、水素と酸素でできてるわけです。ですから温度が下がってその氷のつぶつぶ、塵が凝縮できるという状況になると、それは非常に大量の材料物質になるわけです。 ですからその氷がより集まってくると巨大な惑星が形成されますで理論的な計算によりますとだいたい地球の重さの5倍から10倍とかそういった重さになると非常に重力が強いので周りにあるヘリウムもしくは水素のガスをですねどんどん重力で集めてでどん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 太って大きくなっていくというふうに考えられています。でそういうことをしている間に、えー、まあ地球型惑星領域では、えー、さっき言いましたように火星ぐらいにできた の大きさになって、原子惑星同士が衝突して、でその衝突の中でまあ、えー、月ができていくみたいなことが起きたというふうに考えられています。では木星や土星よりもっと外にある天王星、海王星はどうかと言いますと、天王星、海王星っていうのは土星のさらに外を回っていますから、当然温度は低い。だから氷は凝縮したはずです。ところが天王星や海王星これらの惑星の主成分は氷だというふうにうことが分かっています。 確かに表面には大気があってガスがあるんですけども、主成分は氷です。<laughs> じゃあ、なんで木星とか土星のようになんなかったのかと言いますと、外側に行けば行くほどですね、惑星はゆっくりゆっくり動いています。そういったこともあって、小天体が集まって惑星が成長していくって言ったんですけども、そのスピードが外に行けば行くほど遅くなってきます。で先ほどちょっと言いましたが、恒星ができたときに周りに作られるガスの円盤というのは、 だいたいいた寿命が数百万年と考えられていますそれぐらいもたつとだんだんまた中心垂の方にこうだんだん流れ込んでいってしまうとなくなってしまうんだということがこれは観測的に分かっていることです。ということはですね天王星・海王星っていうのはゆっくりゆっくりできていったのでやっと大きくなって重力が強くなってさあ円盤のガスを集めるぞと思った頃にはもう円盤ガスがなかったと。だから結局その、えー、集めきれずにガスを集められないで、まあ、交流惑星として残ったのだと。 このように考えられていて、でこう,いうふうに考えますとですね、太陽系が内側の方に岩石を主成分とした地球型惑星があって水星、星、星地球、金星火星ですねで。その外に木星土星というのは巨大なガス惑星があってさらにその外に中間がの大きさですけれども天王星海王星といった氷天体氷でできたような惑星ですねこれが残ったと。でこういうような大きさの違いとか成分の違いこれが見事に今説明されていくわけです。 オのオンンライン家庭教師いつでもどこでも君の目の前に先生がいるデジタルペンが君の思考力学力をぐんぐん伸ばす40分のサイクルが君の理想の学習時間を作る「w a のオンライン家庭教師」体験授業受付中